はい、それではですね、15時になりましたので、ガイダンスの方を進めさせていただきたいと思います。ですね、行政書士試験の今度は講座の説明ですね、をさせていただきたいと思います。そうですね、画面を映しながらいきましょうか。こちらですね、アガルトアカデミー行政書士試験カリキュラムということなんですけれども、第1部でお話しした内容と重複するところもあるんですけれども、このカリキュラム的にはですね、このような感じで組み立てています。これですね、向かって左側ですかね、向かって左側が初めて勉強される方向けの、カリキュラムで、向かって右側がすでに受験経験のあられる実力者向けのカリキュラムということになります。で、ですね、共にですね、やることは基本的に同じなんですよ。やることっていうのは、やるスタイルっていうのは基本的に同じでして、インプットの講義ありますよね。こっち行こうかな。インプットの講義があって、知識を入れる講義っていうのがあって、でそれに関連した問題演習を通じたアウトプット、つまり常にこっちを意識してるってことですね。こっちの方を意識した感じのカリキュラムで構成しています。インプットしてアウトプットすると。でゆくゆくはもうアウトプットメインになりながら、足りないところインプットのテキスト戻っていくっていう感じでいいと思うんですね。これがぐる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 回るような感じのカリキュラム構成をしています。で、ですね、この部分ですね、この部分、ちょっと記述はちょっと今後でまた話しますね。担当の方だけまず話しますね。この部分ね、これですね、左だと下2つで、こっち側だと一番下のやつなんですけど、これがね、基本的に同じような感じだと思ってください。何かというと、僕が喋りまして、講義で喋りまして、それに関してそこの部分の問題演習をしていただくということになります。で、じゃあ何が違うのかというとですね、ここのね、初めて勉強される方がここ勉強しますよね。これ講義聞きますよね。講義聞いてこっち側で演習してもらうんですけど、この黄緑の部分っていうのは基本的に行政書士試験の過去問ってことになります。行政書士試験の過去問を、この範囲に関してやっていただくという形になっていきます。いいですかね。だから、ただね、これ通信ベースなのでもちろん自由なんですよ。自分はそのインプットだけずっと聞いていきたいっていう人はインプットだけ聞くのもいいんですけど、やっぱりどうしても問題解けるようにならないといけないので、アウトプットの演習が必要だと思うんですね。でその時に行政書士試験の過去問を使うのが黄緑のやつです。林講師担当の部分ですね、うん、あれでやったところはその回のところを見ていく。例えばもうまとめてもいいですよ。民法総則全部やったら、聞いたら民法総則の黄緑の講座を聞くっていうのでもいいですよ。それもご自由に全然皆さんでペースメイクされて構わないんですけれども、そういう感じです。で他方こっちの方ですね、学習経験者対象のカリキュラムの方なんですけれども、こちらの方はインプットの講義を聞いていただいて、その後問題演習していただくんですが、問題演習の量としては15問です。問題演習の量としては15問で、これは何を使うかと言いますと、先ほど皆さんにもお配りしたんですけど、こういう多資格試験の重要問題ですね。多資格試験の重要問題を解いていただきます。具体的にどのぐらいの問題数解くかというと、民法ってさっきちょっと言っちゃいましたっけ、225問ですね。で行政法が195問を解いていただきます。後ろのね、テーブルあるじゃないですか。後ろのテーブルにその今回使う、サンプルっていうんですかね、テキストのサンプルを置いてますので、ぜひお帰りの際、こんな感じで解いていくのねっていうのを見ていただければと思いますけれども、つまりこっちもね、失礼、こっちか、左側の方も右側の方も知識入れて問題演習してさらにインプットに戻っていくっていうスタイルを共通させて取っているということですね。ともすればね、こっちの中上級の方はまだともかくとしてですね、入門の方ね、初めて勉強される方って意外とこう講義を受けることは受けるんだけど、問題演習しないまま本番っていう方、結構最初の受験の方いらっしゃるんですよね。なのでそれを防ぐために、この黄緑の講座ね、これしっかりとやっていただければと思います。消化していただければと思います。で中上級の方なんですけれども、演習総合講義といいまして、こちらはね、まず僕がインプットの講義をしまして、そこの後に皆さんに自宅で15問解いていただいて、15問の解説をしていくということになります。で時間はですね、そんなに決まってないです。決まってないというのはどういうことかっていうと、こう大手の予備校さんとかだと、予備校さんってこの前まで言いましたけど大手だと例えばインプットだと3時間とかでも決まるじゃないですか。3時間やります。でこっちのアウトプットの方は2時間解説しますってあるじゃないですか。だからあれね、今だからこそ言えるって言ったら怒られちゃうかもしれないけど、実は
こういうことがあるんですよ。あのね、15問の解説するじゃないですか。その時に例えば行政手続法とか行政不服審査法の解説の時って要は条文なんですよね。で、条文の周辺知識ももちろん一緒に喋るんですけど、2時間もいらないんですよ、あのそういう会の時って。で、皆さんも聞いててもその2時間のその何ですか、時間の穴埋めをなんかここいらないんじゃないかって話とか聞くのももう時間もったいないじゃないですか。なのでもう15問の解説も1時間半の時もあれば30分3個1時間半の時もあれば1時間ぐらいで終わることもあります。だからあの大手の予備校さんみたいにあのカリキュラム の, そのアウトプットの解説はもう2時間でもうその2時間は揺らがないんですよってことでは全然ないです。だから逆にちょっとここは長くかかるなとか長く喋った方がいいなっていうところはもちろん長めに喋ってます。はい、そんなシステムになっています。いいですかね。これとにかくインプットしてアウトプットしていくっていう感じですね。どっちも同じです。どっちも同じ。何が違うか、使ってる問題が違うってことです。左側は行政書試験の過去問で、こちら側はですね、あの多資格試験の過去問をメインで使っていってるということになります。よろしいですかね。で、これね、あのさらにもう一つ言っておきました。さっきの話も絡むんですけど、これと並行してあんまり得意じゃないよっていう人はできれば文章理解とかも一緒にやってもらえればいいかなと思います。あの独学っていうかね、その自習用にやってもらえればと思いますんで、あのぜひ確認をしていただければと思います。はい、それでちょっとね、時期的な問題をちょっとお話ししますとですね、まず初学者向けの入門の方からお話しますね。初学者向けの入門の方ですね。これは何ページとかあるのかな。ページが特にあるわけじゃないか。はい、こちらの方なんですが、11月からスタートしている、これあの柴田先生っていう方がいらっしゃいまして、柴田クラスですね。柴田クラス、こちらの方はもう去年の11月からスタートしてます。もしかしたらこの中に受講されている方いらっしゃるかもしれませんけれども、こうか、はい、柴田クラスですね。で、この方はもし11月から始めてるんであれば、確かにここに書いてあるようにこのぐらいの時期、6月ぐらいの時期にインプットっていうのは一通り終えた方がいいのかなと思います。11月からスタートされている方はですね。で、この表だとちょっと分かりづらいんですけど、さっきも言ったようにこの過去もありますよね。アウトプット、この部分、これはここでやるんじゃなくてここから始めてください。同時並行で問題演習も、初めて勉強される方は過去問解けないんじゃないかなと思うかもしれないですけど、講座も講義もついてるし、あの解けなくて全然いいです。最初は解けなくて構わないです。全然構わないので、あのぜひやった範囲っていうのを見るようにしてください。やった範囲をね、見るようにしてくださいね。で、こっちが僕担当するやつなんですけれども、これはスタートが2月なんですね。今ですよね。だから2月スタートなので、初学者の方はですね、ここだとね6月になってるんだけど、11月スタートだと6月ぐらいに終わらせてほしいなと思うんですけど、初めて勉強する方は多分6月だと終わらないと思うんですね。あのいろいろ皆さんもちろん社会人の方多いからお忙しいとも思うし、これね、あの8月が願書なんですよね。行政書試験8月願書なんですよ。ここまでかかっていいです。全然ここまで OK です。8月ぐらいまでにインプット一通り終えるような感じでやっていただければと思います。ただこれも一つだけ守っていただきたいのは、これもね、聞くプラスこの黄緑の部分っていうのは最初の段階から取り入れていただきたいなと思います。そうですね、初学者の初めてやられる方ですから8月が願書なんですけど、8月9月までかかっちゃったよっていうことでもいいかなと思います。ただこのね、この部分だけは、この黄緑の部分だけは先んじて、演習を積むようにしてください。8月は願書っていうのはね、受験経験者の方はご存知だと思いますけども、これ一応目安にしてもらえればと思います。はい、で受験経験者の方はですね、ちょっとテキストのサンプルとかもお見せしましょうか。テキストのサンプルこんな感じです。これ民法ですね。民法なんですけども、ここにね、基本的にフルカラーテキストで、ここにランクが入ります。ここにランクが入ってます。 ABC ですね。で、あとその ABC プラスその A の中でも特に重要、例えばさっき話しましたけど、行政法の処分性とかっていうのはすごい大事じゃないですか。あそこは A からさらに僕は個別にこう、例えば AA みたいな感じでランクをつけて上げていったりもします。いいですかね、これね。で、講義は基本的に僕がこうやって今やってるように こういう感じで書きながら進めていきますので、どんどん一緒に線とか引いてもらえればいいかなと思います。で、僕の講義はこういうふうに一通り講義を受けてもらえれば、どこが重要かとかっていうのは分かるように色を塗っていきますので、そうですね、基本的に赤ペン青ペン定義のところは黄緑ですね。で、あと
重要部分がピンクのマーカーなんですけど、別に色何でもいいです。あの好きな色で構いません。黄色とかあのブルーでも何でも構いませんですね。でこうずっとあのいろいろ書きながらねやっていきますんでね、あの理解は進むんじゃないかなと思います。で問題演習編の方もこんな形で問題、これ問題ですね、こういうこれ過去問ですね、行政書士の過去問なんですけれども、ここのところにね、あの演習総合講義中上級講座の方はここのところにテキストの何ページでやりましたよ、あちょっとそうかこうか、テキストの何ページでやりましたよねっていうのは僕書き込んでいきますので、あの復習もしやすくあのなってます。でこっちは行政書士の過去問ですね、行政書士の過去問でさっきも言いましたけど、初めて勉強される方は講義聞きますよね。講義聞いて、これはどこだ、これは司法権の限界ってやつですね。司法権の限界のところ聞いたらぜひね、あのこれをやってください、これをねやってくださいね。で講座もついてる、講義もついてるんで、あの説あの理解はしやすいと思いますので、これを必ずやるようにしてもらえればと思います。意外とね、初めて学習される方ってあの最初はやっぱ知らない知識ばっかりだから、インプットの講義受けるの手一杯で、結局過去問とか手回らなかったよって人も最初の受験の方結構いらっしゃるんですけども、ちょっとしんどいと思うんですけど、なるべくこっちの方もあの付加してやってみてください。これは中上級の人も同じですね。中上級の方も同じような感じでやってもらえればと思います。いいですかね。過去問集はね、あのね、あ、そうね、今日講座の説明なんであれですけど、あのアガルートアカデミーで Amazon でね、あの行政書士試験の過去問を販売してるんですよ。今日それもあるかもしれないですね。後ろの方にあるかもしれないですけど、過去問集販売してまして、あの皆さん意外と本屋行ったらあれじゃないですか。あの行政書士の過去問集って結構高くないですか。そうでもないですか。持ってますよね。持っていますよね。うん、結構高いんですけどね。アガルトアカデミーはアマゾンのやつなんですけど、あの税抜きの1700円で法令10年分入ってますんで、うん、でなんでこんなあの宣伝をしているかと言いますとですね、あの過去問集って別に一冊じゃなくてもいいんですよね。何冊か持ってていいと思うんですよ。で何冊か持ってて、一つは最初の段階で使うようで、最後の確認用で使うっていうのもいいと思うんですね。最初の段階初めて勉強される方は過去問なんか解けないじゃないですか、いきなり見てもね。だからもう答え見ちゃっていいし、丸バツなんかつけちゃってもいいので、それで知識どんどん確認していくように使ってもらうと。で最後にね、でも最後にちょっと解いてみたいと、力がついたか解いてみたいっていう時に、でも書き込んでるじゃないですか、もう過去問集の方だから、もう一冊買ってきてそっちの方で真剣勝負してもらうというのでもいいと思いますので、別に過去問はその一冊に限らず、あの自分が普段使い込むようと、電車とかの時に読み込むようと、最後に知識確認ちゃんと本当解いていくようで分けて持ってもらえればと思います。あのそうですね、そんな高いっていうイメージなかったですか、行政書士の過去問集って。結構高くないですか。そうでもない、高いですよね、高いですよね、うん、高いですよね。そうそう、高い高いなと思ってたんです、本屋行った時に。でアガルートアカデミーであの今度あのお安く多少よそよりなってますんで、あのご検討いただければと思います。はい、いいですかね。問題演習ね、あのしっかりやっていただくということですね。で中上級者向けの方ね、中上級者の方に向けてはこちらなんですね。ここか、2月スタートですよね。2月スタートなんですね。うん、でここからスタートしていってですね、あのさっき言ったやつでやっていきます。あのインプットの講義をやって、その後アウトプットの15問解いていただいた前提で説明していきます。でインプットの講義もあの同じですよ、同じ。あの大手のところだと3時間って講義時間が決まってるんですよね。3時間って最初から決まってて、変な話だけど3時間じゃ足りない回と、これ2時間ぐらいでいいんじゃないかな。だいたい僕あの当時いたところだと、あの無駄話を始めた回っていうのはだいたい本当はいらない回なんですよ。本当は2時間で終わっていいんだけど、なんであと1時間あんのかなっていう回の時なんですよ。でそれを防ぐために、防ぐためにって言うと怒られちゃうけど、その時間もったいないんで、このインプットの方も喋る時は2時間半ぐらい喋ります。 2時間半って言ってもあのぶっ続けじゃなくて、もちろんあの30分単位ぐらいで喋っていきます。昨日かな、一昨日か、処分制、またさっき処分制の話しましたけど、処分制のところをねこれ収録したんですよ、インプットの回。その処分制のところはそこだけで1時間ちょっと喋ってます、そこだけで。ただそう、ここはもうさらっとでいいよねっていうところは全然30分ぐらいで終わっちゃうとか、そういう感じになって、メリハリはかなりついてると思います。はい、でこれね、これインプットしてもらって15問解いていただいて解説していくっていうのをずっと繰り返していくということになります。でこれもですね、6月ってなってますけど、いくら皆さん実力者、受験経験者って言っても、さすがにね、この6月で終わる人はいないと思うんで、この願書あるじゃないですか。そうね、
こうじゃないですか、このぐらいまでで消化してもらえればいいのかなと思います。8月、9月の前半ぐらいまでに消化していただければと思います。で最後はこちらですね、直前予想択一100問と直前予想記述20問、林講師担当のこちらですね、模擬試験ありますんでやっていただければと思います。で模擬試験に関しては皆さんご存知かもしれませんけど、アガルートの講座の方にも入ってますけど、できればですよ、できれば他のスクールの模試も1個2個多流試合みたいな感じで受けた方がいいかなと思います。名前、そうか、今収録してるけど名前出してまずかったら後で編集でカットしてもらうんで、名前を出しますとね、結構受験生の人で、僕当時はまあいいですね、レックにいたんですけど、レックの模試がね、全国模試が2回ぐらいあるんですよね、あそこね。全国模試2回なんだけど、プラスね、伊藤塾の模試受けてる人が多かったですね。うん、伊藤塾の模試受けてる人が多かった。なんか噂によるとなんかすごい難しいらしいんですよ、問題がすごい難しくて、皆さんなんで伊藤塾受けるんですかって言ったら、難しいんでちょっと一回心が折れる経験をしとかないといけないと思うんでって言って受けてる人多かったんですけど、ぜひね、他流試合もぜひやってみてください。このアガルートのね、このカリキュラムの模擬試験プラス、まあ 2,3 回でいいと思いますけどね、 2,3 回でいいと思うんで受けてみればいいかなと思います。あとね、そうですね、この感じでいくと8月願書、9月10月11月なので、この近辺ね、この、9月の近辺ですかね、ここから直前期だと思うんですけれども、この近辺はまあ毎年そうですけど、僕とか林講師とか行政書士試験に関する直前の情報っていうのはブログとかでどんどんアップしていきますんで、ぜひそういうのも参考にされていればいいかなと思います。はい、そうですね、そんな感じですね、カリキュラムとしてはね。でこれはテキストです、さっきと同じです。あ、これね、昨日そうだ、ツイッターで質問が来てたんでお答えしますとね、入門の方と中上級のやつあるじゃないですか、入門の方と中上級のやつあるんですけど、使うテキストは同じです。インプットのテキストは同じです。解いてもらう問題が違うってことですね。でその時に中上級の方はテキストに載ってない知識も当然出てきますんで、問題集の中で、そこの時に合わせてインプットもやっていきます。これはテキスト載ってなかったですよね、だからここで今知識入れましょうって感じで補充していきます。はい、そうだからテキスト、あ、そうか、そうか、テキストは同じです。これ今占有ですね、民法のとこですけど、こういう感じで線の引き方とかも基本的に変わりません。であと1個だけ違うのはですね、中上級と入門で1個だけ違うのは、中上級はさっきも言ったんですけど、こうテキストとのこうリンクを結構意識してるので、インプットとその問題集のリンクを意識するんで、問題集の中にこのテキストのページ書き込んでいきます。何ページの何番で何ページのところに載ってますよね、この知識はっていうのはどんどん書き込んでいきます。こんな感じですね、ちょっと写しますね、こうちょっと分かりますかね、こんな感じ、こんな感じで、この1番の問題だったら118ページの2番見ればいいですよ、テキストの、2番だったら114ページの1番見ればいいですよっていうふうにこうリンクを貼っていくことになります。いいですかね。はい、であとはね、中上級の方に一つ言っとくのは、この問題集すごくいいんですけど、さっきも同じ話しましたが、前提として行政書士試験の基本、過去問の基本問題あるじゃないですか、基本問題ありますよね、あそこちゃんとさらえてるかなっていうのも同時にやってもらえるといいかなと思います。で受験経験者の方ってもう一通り過去問やってる人が多いと思うので、そのガチガチに解くとかじゃなくてもいいので、読む感じでもいいから、あ、この知識意外と抜けてるかもなとかっていうのがもしあるんだったら一緒にやってもらえるといいと思います、この問題集と。いいですかね。はい、まあこの問題集でそうですね、漏れはかなりなくなるとは思います。本当に特に民法とか行政法に関してはですね。はい、まあだから結局のところ入門の方もですね、中上級の方も同じくインプットして問題集解いていただくっていう形は変わらないので、それをすごく意識して今年勉強されていけばいいかなというふうに思います。なんか質問とかありますか？どうですかね、特にないですか？大丈夫ですか？あ、どうぞ。はい、あ、文章理解勉強するときですか？文章理解勉強するときは、まあ行政書士の過去問でももちろんいいんですけど、行政書士の過去問ってあんま数ないじゃないですか、文章理解なので、公務員試験の問題集ありますよね。で公務員試験のやつで、文章理解の結構テクニックとかもちゃんと書いてる問題集ってあるんですよ、本屋さん行って見てみると。
ここに着眼して読んでくださいとかってあるんで、それを空欄補充と並べ替えですか、並べ替えのところをまず中心にやられるといいかなと思いますね。はい、ああそうですね、はい、あれなんか結構テクニック書いてありますね。はい、他ないですか、大丈夫ですか、よろしいですか。はい、でまあ講座はね、今ご説明したようにインプットとアウトプットっていうのを繰り返してやっていくっていうことですね。あ、そうそう、あとあれも最後に言っときましょうか。ですね、通信ベースのスクールってことになるので、質問をねどうやって聞けばいいのかってよく言われるんですけども、質問はですねFacebook のところで質問していただいて、合格者の人とかがそれに答えていくっていう形をとってますので、そこで質問してもらえればいいかなと思います。あとこういう形で年にまあ予定なんですけど、年にまあそうですね2回から3回はこういうオープンセミナーみたいなものも開いていく予定になってますので、そちらの方で僕に直接質問されてもいいかなというふうに思います。はい、まあそうですね、講座の説明としてはまあ YouTube にもアップしてますし、大体おおむねこんなところなんですけれども、ぜひもし興味あるよっていう方はさっきも言いましたけど、後ろの方にサンプルのテキストとか問題集置いてますので、実際使うやつ置いてますので、そちらの方をお手に取ってですね確認していただければと思います。よろしいですかね。はい、じゃあこの後林講師も、入りましてですね、僕も残りますので、個別相談という形でお受けしたいと思います。それでは、講座説明会はこれにて終了します。お疲れ様でした。